皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、ちょっと泥桶に関しまして、ですね、うちなりの取り組みというか、なんでこんなことやってるんですかということをちょっとお話ししてみたいと思います。うちですね、結構泥除けが好きな店主がやってますので、ですね、例えばね、ロードとか、マウンテンとか、やってない割にはこういう感じの、今ね、タイラップでこうピッて縛り付けるタイプの泥除けとか、サドルの下に挟み込むような、こういうやつですね。こういうものを、なんか知らんけど、結構在庫があります。で、なんでそういう風になるのかというとですね、実はこちらになります。その理由はこれですね。今 K3 にですね、うちが、まあ僕が適当に、なんていうんですかね、DIY というよりももう工作ですね。小学校の頃思い出しながら、切った貼ったで工作して、こんな感じでつけてみましたよ、ということです。で、なんでこんなことしてるかというとですね、K3 とかね、ダブプラスってよく考えたら、純正のフェンダーというかね、フルフェンダーに近いものが実は、ありません。で、ハーフフェンダーみたいな、本当に簡単につけるようなものがあるっちゃあるんですけども、まあ、それ結構ね、水たまりにボーンって突っ込んだりすると、あれあれあれだというような感じになりかねないということだし、金属部分が入るということは、ボルトとかも入りますので、重量的にもね、まあ、なんだかんだ言いながら、まあ、軽さを目指して作ってる自転車の分だけね、その重さということに関してはやっぱちょっと気になるというようなことがありまして、この辺のね、この辺のやつの長さって、意外に14インチとかだと合うかもなと思って、ちょっとやってみたらこうなりました。で、実はですね、この仕上げのフェンダーで、雨の中走ったことはあるんですけど、まあ、完璧に止めるっていうのは無理ですよ。なんですけど、思った以上に泥はねちゃんと止めてくれて、ポンチョ上からいつも被るんですけど、ポンチョ被ってればね、水に濡れたりとかっていうことは極力避けられる程度であることは分かりました。でね、こういうことをね、K3 とかダブプラスで、ね、雨の中走ったりっていう人いないでしょうけど、そんなことになっちゃって、結構ひでえ目あったという人は、こういうのをね、やっておくと、吸盤には役に立つんじゃないかと思います。で、うちがですね、まあこれはね、お金もらって作業するほどのことでもないですし、皆さんね、創意と工夫でどうでもできることですので、ね、小学校の頃、ね、切った貼ったしてた、図画工作をちょっと思い出しながらやってみていただけると、なかなか面白いものができるんではないかなというふうに思います。ね。ちょっと真に受けてやってみようかなとかっていうような人が現れいらっしゃいましたら、ぜひぜひご来店の上、ものはね、ご覧いただく分には構いませんので、ご来店の方を待ちております。